2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、ロシアとウクライナの間にあった圧倒的な戦力差から短期決戦となると見られていたよね。だがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO 加盟国などからの軍事支援を受けたウクライナの検討によって、1年を経過した現時点でも終戦の気配は全く見られず膠着状態となっているぜ。何か均衡を崩すきっかけがあれば、戦いにも終わりが見えるんだろうけど、その後のことも考えると大変だろうね。さて今回は、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア大橋の破壊が口火となるであろうことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年に入ってから、NATO 諸国がウクライナに西側諸国の新型戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などを提供することが発表され、ウクライナ兵に対してそれら戦闘車両の操縦運用訓練が進められている中、3月末までにウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州の完全制圧を、プーチン大統領に命じられていたロシア軍が、西側諸国の戦車が配備される前に2月下旬に大攻勢に出るとの噂が流れていたよ。ドネツク州ではバフムート周辺で半年以上にわたって激戦が続いていたんだけど、ロシア軍は制圧することができず大兵力を投入して一気に陥落させるであろうとの予測が出されていたみたい。でも、その総攻撃についてはただひたすら犠牲を顧みずに歩兵を突撃させる人海戦術による攻撃が主体で、ロシア軍や以前からバフムートを攻め続けていたロシアの民間軍事ワグネルの戦闘部隊では、兵員に大きな損害を出して消耗し、弱体化していると見られているね。このため西側諸国の新型戦車の操縦訓練を終え、訓練を受けた兵士と共に戦車が届き始めているウクライナ軍が、強力な機甲部隊を新編してロシア軍に対して4月ないしは5月に大反攻に出るとの見方が広がっていて、ウクライナ軍がどの戦線において仕掛けるかを国際社会が注目しているってわけ。こう焦ったロシア軍のずさんな作戦が後に響いてくるであろうことを見越した反攻ってわけだね。東部戦線のルハンシク州とドネツク州、南部戦線のザポリージャ州とヘルソン州のいずれかにおいて反攻に出るとしても、戦車や装甲車両を要する機械化部隊によってロシア軍が構築した防御陣地を突破するという。こう作戦が展開されることになるんだけど、その際にはこれまでのウクライナにおいてはあまり情報が伝わっておらず話題になっていなかった。航空戦力による援護がウクライナ軍には必要不可欠とする指摘する声があるよ。ウクライナ軍ではこれまでロシア軍に占領された地域においては、トルコ製のバイラクタル TB2 や西側諸国から提供されたり民間から集めたりした無人機ドローンや、西側諸国などから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムマースから長射程の GPS 精密誘導ロケット弾を発射する G マースによって弾薬庫や燃料庫など兵站集積施設や橋梁などの補給路に鉄道、あるいは司令部、兵舎などの指揮統制関連施設を攻撃して破壊することで時間をかけてロシア軍部隊を弱体化させてきたな。しかし侵略開始以来、その融通の利かない無能ぶりをさらけ出してきたロシア軍でも、さすがにこのウクライナ軍による後方の兵站補給攻撃に気がつき、現在では軍需物資の集積場所を G マースの射程 90km よりもさらに後方に設置して攻撃を防いでいると見られているぜ。そのため、ウクライナ軍では以前からハイマースや M270 から発射可能で、射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM140A タクムスの提供をアメリカに求めていたよね。A タクムスはハイマースや M270 に搭載される 227mm6 発入りのコンテナと同じコンテナに1発のみ装着され、発射されてからは目標上空まで GPS 補正管制誘導によって飛翔し、弾体化6発の BAT 無動力滑空型誘導式子爆弾弾頭を分離するんだ。切り離された BAT は収納されていた主翼を展開して滑空しながら、内蔵されている音響センサー及び赤外線センサーによって事前にインプットされた目標を自ら捜索して攻撃をするため、300km 先の目標を正確に攻撃することができる兵器で、ロシア軍が後方に下げた兵站集積施設や司令部などを攻撃することができるのであるが、アメリカのバイデン政権はロシア本土への攻撃も可能になる ATACMS の供与については、ロシアを必要以上に刺激することになり核兵器の使用につながる恐れがあるとしてウクライナへの供与を拒んでいるみたい。ただ、ロシア軍の兵站を攻撃して遮断することの重要性については、バイデン政権も認知しているために ATACMS の代わりとして、やはり長射程 GMARS の一つとして開発が進められている射程 150km の GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメーターボム地上発射型小スナオ系爆弾を供与することを決定したぜ。この GLSDB とは、弾頭に GBU-39 SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用して、MARS で使用されていた M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた 227mm ロケット弾で、航空機用の小直径爆弾スモールダイアメーターボム SDB は航空機から発射されると、本体に折りたたまれていた翼を展開して滑空し、GPS を利用した管制後方システム INS によって目標まで誘導されて攻撃する爆弾で、速度が遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるとされているな。これまでのウクライナのゼレンスキー大統領や軍幹部などから、クリミア半島奪還が盛んに発言されていることから、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア半島奪還を視野に入れたものである可能性が高いとみられ、ウクライナ軍がクリミア半島への補給路の一つである半島東端のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を何らかの長距離攻撃手段によって破壊する公算が大きいとされているね。この GLSDB であれば、ザポリージャ州かヘルソン州のアゾフ海の沿岸からギリギリで届くとされているのであるが、そのためにはロシア軍が防御陣地を構築している領州を奪還しなくてはならず、ウクライナ軍がアゾフ海まで進軍するまでの間にロシア軍はクリミア半島への補給を十二分に実施することができることになるんだ。さらに GLSDB は、現在アメリカのロッキード・マーティン社において生産が進められているとみられるが、ウクライナへの供給が可能となるのは今年の秋以降とされていて、今回の反攻作戦には間に合わないんだって。それらのことから、ウクライナ軍の反攻作戦には戦闘機や攻撃機による破壊力が大きく、かつ目標を正確に破壊する航空戦力による空爆が必要であるとの見方が広がっているってわけだね。ウクライナが自国空軍の戦闘機や攻撃機を飛行させるためには、ロシア軍の地対空ミサイルを破壊して航空優勢を確保しておく必要があるよ。ウクライナでは保有している旧ソ連製のミグ29に、アメリカから供与された空対空の防空レーダーミサイルハームを搭載できるように改修しているとの情報が伝わっているんだけど、現時点で MiG-29 をどれほど保有してどれほど稼働しているかについては不明であったが、先日ポーランドやチェコが保有している MiG-29 をウクライナに提供するとの情報が伝わっており、ウクライナ空軍が即座に運用可能な MiG-29 の供与によって反攻作戦の航空作戦に目処が立ちつつあると見られているみたい。軍事専門家の中には、MiG-29 にハームを搭載する改修を行うよりも、NATO が F-16 ファイティングファルコンなどの西側戦闘機を供与する方が良いとの意見を発する者もいるな。これらについてはアメリカのバイデン政権以下 NATO 各国の首脳が否定しているが、あくまで噂のレベルではアメリカがウクライナ空軍のパイロット数名に F-16 の操縦訓練を実施しているとの情報もあり、可能性としてはあるんだ。しかしながら、MiG-29 などの旧ソ連製戦闘機と F-16 などの西側諸国の戦闘機の操縦方法の違いは大きいとされ、数ヶ月程度の訓練で実戦に対応できるほどの練度は得られないと指摘されており、もし F-16 の供与が決定されたとしても今回のウクライナ軍による反攻作戦には間に合わないとみられ、4月か5月の反攻作戦において航空戦力を活用するのであればなけなしの MiG-29 を投入するであろうとの見方が多数派みたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。